ダークオーズはメキシコのプロレスラー。トリプル A 所属。本名、マルコス・ティナヘロ。ミチョア・カンシュー・ウルアパン出身。1996年デビュー。デビュー当時はアンヘル・デル・ミステリオやレイ・ドラゴンのリングネームを名乗るテクニコの覆面レスラーであった。1999年にはパスファインダーのリングネームで活動。2000年には日本で初開催された。 トリプル A の日本ツアー、トリプルマニア8で、イリミネーションマッチで、エル・アレブリュヘアンド・ペロ・アグアイをジュニアと組んで、日本人チームの丸藤フジ・田中美ノル堀口元気と対戦。2001年には、プロレスリング、ノアの GHC ・ジュニア・ヘビー級王座、決定トーナメントに出場。1回戦で、小林健太と対戦し、勝利も2回戦で、金丸義信に敗れた。 同年、ブラックファミリーに加入し、アメリカのスティングを模したギミックのオーズのリングネームを名乗る。2010年にはダーク、クエルボとのコンビで全日本プロレスの世界最強タッグ決定リーグ戦に出場。ありがとうございます。